収録の説明します。蛍光灯がありましてね、それからコンセント、これはあの、埋め込みのコンセントですね。それからランプレセプトがあるで、ここにですね、スイッチボックスの埋め込みのところにですね、スイッチがあって、蛍光灯とランプレセプターをコントロールすると。それからコンセントがここについていると。こういう回路ですね。で、ここの蛍光灯のですね、直付けの蛍光灯の中でですね、圧着スリーはどういうものを使うかということですね。それでは、まずこちら側の伏線形線図をね、書いていきます。白からね、ホワイトからいっています。こう行きまして、ここ、こうですね。それからこう行ってこうなります。はい。それから、ここは、ここが白ですね。それからここへコンセント入らなあかんですね。はい。こうなります。白と、こうなりますね。で、黒ですね。これコンセントでまずね、スパッとこうですかね。はい。それから、ここですね。コンセントと、それから、スイッチに、入れなきゃいけませんのでね。ここですね。こう行って、ここ行って、こうですね。実際の仕事はね、コンセントさっき入れて、それから右側にスイッチつける方がいいんですけどね。まあ国家試験ではこれで、いいと思います。はい。それで、こうですね。で、これがこういうふうになるとですね。ここが開けましてね、下がって、これがブラックですね。これがブラックですね。それから、これはブラックと。で、これも、ブラックですが、三振降りてきてますんで、もう白と黒使ってるんですか。赤ですね。赤を、白と緑以外ですから、赤も非接地側の、ラインになりますんで。これはまあ読み替える必要もないと思いますけどね。まあ、一応、非接地側の線ですよ、とですね。はい。それで、ここですね。これは、埋め込みの、スイッチボックスの中にね、こう入りますんで、ジョイントが必要になります。こちら側は送りで行ってます。送り配線で行ってますんでね。白の方は、圧着する必要がありませんですね。はい。それではカウントしていきましょうか。ここが、2ミリですから、3.14 スケですね。これ16ですから、2スケですね。そうすると、ここは、7.14 スケなんで、小スリーブの小ですね。刻印は小です。8スケ以下ですからね。はい。ここは、3.14 スケの2スケの2スケの2スケですから、これね。これは寄り線ですけどね、2スケ。そうすると、これは、6の9点、ここはですね、9.14 スケになりますんで、8スケより大きいので、中になりますね。刻印は中と。こうなります。で、ここですね。ここは、2スケの2スケの2スケで、ここはですね、6スケになりますね。これは、小のですね。で、刻印は小と。こういうことなんですね。したがって、必要なリングスリーですね。は、中。刻印が中。1個ですね。それから、小のスリーブ、刻印が小ですね。ここと、ここですね。2個ですね。はい。こういうことになる。ここは、接毛にしてありませんね。ここの、いわゆるこのですね、蛍光灯の中でね、スペースのところで、圧着する圧着スリーブはどうかということですから、中スリーブが1個、小スリーブが2個と
こういうことになります。